僕はですね、ぴょこたんという名前でですね、こういった漫画を描いているものです。僕は任天堂信者ね。いやー、このね、1月の初っ端の3連休の隙間なんで、多分ね、今来てこうやってなんか書いてくれてる人とかは、まあ多少暇なのかなと思って。で、僕もですね、もう17日からオーストラリアに行きますんで、オーストラリア前のね、ラスト配信としてですね、人狼配信やります。まあ僕人狼のプロなんで、強さをね、見せてやろうというのと、まあ全勝します。なんでコミュ源なんだって言ってる人いるけど、なんでか教えてあげる。不正を防止するため。コミュ源だったらそうやすやすと入れないじゃん。ほんとどうしようもないやつがいて、この配信してる人ってバレたら、その配信を見て、そしたら答えが分かっちゃうじゃん。人狼っていうのは紳士のゲームだからさ、それやっちゃったらもう台無しになっちゃうわけよ。うん、それをどうしても防ぎたいから、普段コミュ限放送とか絶対やりたくないんだけど、やっぱり1個コミュニティ限定放送ですやるとブロックになるからね。もちろん入ろうと思えば入れちゃうんだけど、そこまでやるやついないでしょ。しかも僕名前も変えてるから、兄弟チャンプにぴょこたんってやってないからさ、ね、名前変えようかなと思って、こう今この課金アイテムのね、ダイヤモンドが増えたから、変えようと思えば変えられるんですよ。名前変えようかな。なんて名前がいい？誰もわからないようにしたいんだわ。ほら、ダイヤモンド20かかるんだけど、何にしようかな。絶対にわかんないようにしたいの。なんか、中二病っぽいやつ。何にしようかな。何これ？モンチが高い楽って何これ？この初期設定って何なのこれ？これでいい？これでいいかい？僕の名前。もう全然わかんないけど、モンチが高い楽って。なんなのこれ？これ中国かなんかのゲームだからおかしいんだわ、なんか。これでいいやな、もう。これでいいわ。新しいキャラクターの名前は。あ、やべ、変えちった。うまいシェルだ。高いメーザー。これでいいか。高い。何回も変えられんな、これ。うまい敗者。これなんだよ、これ。あ、これいいじゃん、これいいじゃん。呪われるエヴァ。これすげえいいじゃん。呪われるエヴァ。これいきますわ。このセンスやばいよな。よし、いくぞ。呪われるエヴァでいきますんで。いやー、キャラも変えるか。こんにちは。何かお手伝いしましょうか。ね、怖い一緒に遊んでくれる。よし、じゃあいくぞ。呪われるエヴァで。これでさすがに僕はね、だからわかんないでしょ。ぴょこたんでけん。この名前今日初めて使うからさ、呪われるエヴァっていう。じゃあ早速ですね。前回この魔女っていう新しいねルールが入ったんだけど、これ結局初日にの夜に噛まれてさ、何にも楽しめなかったから、とりあえず今生徒7番さんだけ転校お願いします。あ、呪われるエヴァです、よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、お待たせしました。この部屋は初日がミアリの部屋なので、人狼の人は噛んでください。蘇生は魔女の方にお任せします。初日はできれば魔女の人は噛まれたら毒を投げてほしいです。占い師は初日口頭、二日目以降チャットで、チャットは雑談のみで考察はなしでお願いします。あとは、暗いですかね。じゃあ質問なければ始めさせていただきます。よし。これ魔女っていうのがね、新しくあって、これは魔女っていうのは、夜のうちに、その、噛まれた人を生き返すか、誰かを殺す。ゲームスタートです。身分を確認してください。普通に村人だわ。じゃあこれこっちに置いた方がいいらしいから、こっち置くね。夜が来ました。目を閉じてください。これで噛まれるのは許せんからな。前回これで噛まれて、ずっと見てるだけだったんだけど、その動画もちゃんと出すっていうね。僕の素晴らしいところは、全部の動画をちゃんと動画化してるんだわ。私の所属する陣営が負けますだって。解明のただいま。これさっきの女の人だよね。悲しいおかゆ。これもなんかデフォルトの名前くせえな。悲しいおかゆって自分からつけるか。セル長岡。あれ超ドキドキ。セル長岡。やっぱここはプレイヤー情報ね、見ておかないとね。やっぱどんだけやってんだ。こいつは全員配信だから、今残ってるやつら。今残ってるやつら全員廃人だから。昨夜死んだのは3番、悲しいおかゆさん。3番。うん。死んじゃったか、悲しいおかゆさん。3番のプレイヤーは発言してください。はい、噛まれたドン。スムラダドン。
無人道に残ってるドン。村人陣営頑張ってほしいドン。何ドンって。あの、クロちゃんのシンと一緒。そうだな、うん、どうなるんだろうな。まあ、魔女さんにかかってるドン。頑張ってほしいドン。4番のプレイヤーは発言してください。4番長子と言います。村人陣営使用ありません。3番が噛まれて、3番が、スムラシオ。そうですね、もう地神はないでしょう。なんで、この二人狼残っていると考えます。その理由としては、3番が、人狼であれば、占い師語って、誰かしらに黒を売ってくると思われるからです。なので、ここに二人狼残っているということで、私は考察をしていきたいと思っております。こいつやばいな。2周目に、占い師の結果を聞いて考察伸ばします。神経内科の薬の影響で話すのがすごく遅いです。5番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。自分占い師で7番さん占って白でした。よし、ナイス。そうですね。君占い師、まあ、3番さんの地神はないですね。うん。まあ、二人狼いるっていうことで。うん。まあ、6、1、2、対抗が出たら、うん、そこずりでお願いします。そうですね、4番さんについては特に色落ちはないってところですね。そうですね、進行論的にも特にないんで、とりあえずは6番さんに回します。うん、6番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。村人陣営の CEO 特にありません。3番さんが噛まれて、噛まれたのと、5番さんが占い師で、7番さんに白を把握しました。精神内科の薬の影響で、なるほどね。お薬の影響じゃしょうがないわな。3番さんはスムラと言ってるので、狼2匹はうまく隠れちゃってる状態なので、もう早く見つけたいと思います。あれ？僕の番じゃないの？おい。止まっちゃったのか？止まってんの？おい、聞こえるか？フリーズしたぞ。ピンクパンサー。おい、聞こえるか？おい。のプレイヤーは。おい。あ、できた。なんか今、ちょっと止まっちゃったんですいません。7番のね、呪われるエヴァと言いますけど、現状今ここまで来たところで、5番のね、占い師さんが僕のことをね、村人陣営だと言ってくれたんで、これはもう断然信じたいです。まあこれからもう一人もしかしたら出てくるかもしれないけど、うん、やっぱり、うん、信じたいと思いますね、うん、あとあの悲しいおかゆさん亡くなったから言いますけど、なんかドンってつけてるのがなんだろうなと思ったんで嫌だなと思いました、うん、まあね初日に噛まれてねそこまで言われたらでも、うん、で現状セル長岡さん、まあ2周目に期待します。まあでもやっぱり思うのは、僕の場合は5番の占い師の方をとても信じたいので、もし次もう一人出てきたらその人釣りたいなと思っちゃいますね。はい。1番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。占い師をいたします。2番さん、はい、お前釣るよ。2番さんが白です。お前釣る。でね、この盤面5が狼に出てるんで、7番さんがね、占い師にね白を打つような危険を犯してまでね、白飛ばしすることないんじゃないかなっていう点で、5-7打てるかな、発言的にもね、7番さんはがっちり5と手を掴んでる、掴んでねえよ現状ね、まあ、2周目の発言で見ていきたいけど、6番さんはね、わからないな、まだ、白出しですねっていう感じで、まだ5の
知識4番目、うんうん、これ難しいんだよね。4番さんはね、まあ、簡単に言うと、ね、人狼と人間の人数が一緒になったら終わりなんですよ、ね、その時点で。ないし2人出てるし、だから今回は絶対にこのどっちかが人狼なわけだから、ね、7にしろ、うん、こういう盤面があるからね、釣らないといけないんだよ。2番さんの発言を聞いて、うん、いろいろ考えてほしいかな4番さんは、うん、で2番さんはね僕の城だからね、もう安心していい、うん、じゃあ2番さんに回します。どうぞ。2番だ、ね、のプレイヤーは、ね、発言してください。おはようございます、プラビト陣営です。占い師の人なんですけど、7番さんが結構5番さんをなんか盲目的に信じてる感じだったので、でも5番さん7番さんだったらそんなになんかあからさまにするかなと思って、なんか特攻もあるからフラットに見ますみたいなことを言うかなと思ったので、逆に7番さんは白いのかな、5番さんが人道だったら特攻で本当に信じちゃってるのかなと思うんですけど、うん、でもそういうのを見越してる演技だったらすごい怖いなって思いました。深い道すげえ。1番さんは、私に白で、どうだろう、最後の2番さんは、私の白なので安心してくださいっていう発言が、ごめんなさい、ちょっとよく分かんなかったんですけど、まだフラットで考えます。でもどっちか、まあ村人の話としてはどっちかを絶対に釣られていけないわけ。こんだけの人数少ないから6人だから、結局僕はやっぱりどっちかっつったら1でしょ。順番からしても2番目に出てる人だから。4番のプレイヤーは発言してください、うん、ここのラインがあるかどうか。俺も2番さんと同じで、占い師に関しては全然フラットなんですよね。どっちがどっちがって、どっちが本物かわからん。ただ7に限ってなんですけど、1人が残ってる段階でさ、占い師が対抗出る可能性が十分にあるにかかわらず、いきなり5番死に置いてたよね。なぜでしょうか。言っただろう、お前頭悪いな。自分のことを白出ししてくれたから信じたいっていうその気持ちだけだよ。お前後ろでなんかいらっしゃいませんか。2番が言うようにさ、俺もちょっと便乗なんだけど、これ7番の演技だったらめちゃくちゃ怖いっていう。演技じゃねえや。57の子、露骨な、大胆な囲い。しかし7が、いや、あえて5に芯を切ると。芯を見ますって。偉そう。次出たら、結構絶対釣りますっていう、この迫真な演技とも見れるんだよ。うん。2番に限ってはさ、もう2番、5で出てるからね、誰にお城出せるから。うん、もう一回聞きます。なんかこの、間にこの時間経つのなんだろうね、ちょっと。いや、やばいよ、これ。ネグレクトの可能性あるよ。育児放棄して、こいつ人狼やってんじゃねえだろう。名前何回人狼やってんの。5番。これ、のプレイヤーは発言してください。あれに通報、自動センターに通報しないとダメかも。一部代行把握です。現状。本日、一釣りでお願いします。そうですね。1の相方なんですけど、4番さん最後、俺の聞き間違いかな。2はどこでも白出せるよねって言ったんだ。え、1位が占い師なんだけど。それは、俺の間違い。うん。それが間違いじゃないんだったら、1、4あんのかなって思います。うん。まあ、1、2も見ないとはいけないと思うんだけど、まあね、どこにでも白黒出せる状態で、うん。そこが、つながってるって考察するのは、うん、まだ早いのかなって思う。そうだな、6番さんは、特に色落ちが全くないから、次の発言を聞いて、うん、考えたい。今のとこ考察、ライン的に見るなら、1、4が濃くての1、2かな。うん。16はまあ、6番の次の発言を聞かないとわからない。うん、まあ、これは、ね。とりあえず、1釣り。1釣り以外は飲めない。うん、誰と繋がってるかなんだよ、ね、ところです。僕はこの4って結構怪しいと思うんだわ。6番。この中に2人人狼がいるわけだけど、発言して最初のターンって 出づらいからさ。私は、一応ないの。根拠はないんですけれども、うん。根拠年会。5番さんを、うん。6。信と見たいです。お、
お前いいな、お前はあの仲間にしてやる。根拠ないのね。根拠はないかい。発言の順序も、そういうこと。順序って大事。してるのかなとは思うんですが、うん、それかこの56ライン出てきたかもしれない。落ち着いた話口調で。なぜ僕のこと1個飛ばしてエロになったのかっていうのもあるから、うん。慌てた素振りもないし、ここで一回、あ、もう時間がなくなっちゃった。あららららら、うん。ちょっとゆっくりすぎて時間なくなっちゃった。うん。まだ？おーい。僕もこれ延長しちゃうよ、こうなると。7番。はい。おい、聞こえますか？僕がなんでね、5の占い師さんと1の占い師さん出てきたときに、まあ1は後から出てきたから分かんなかったけど、5を信じたいかっていうのは自分のことを村人認定してくれたからだっていう、ただそれだけの理由で、それに深い意味はない。でも現状も5と1で、まあ村、この村の総意として、そんなそのグレーの人たち、なんだか分かんない人たちを釣るっていうことはもうありえないんで、どっちかまあ決め打ちで釣らないといけないですよね、今日と明日で。そうじゃないと負けちゃうからね。うん。で、今ちょっと思ったのが、ちょっとこれ延長するわ。5と6のラインはでも見ておきたい。なんか今根拠はないけど、私は5を信じたいって言った、この根拠ないのになんで信じるんだろうなっていうのはちょっと変だなと。ちょっと狼さん尻尾出しちゃったかな。だからもし5が狼だとしたら6も怪しいんじゃないかなってとても思いました。でも現状は僕は、自分のことを白出ししてくれたね。しかも最初の番で言ってくれたこの超ドキドキ、君信じたいよ。うん、だから一応今回は釣る。あと一つね、関係ないけど気になったのが、セル長岡の後ろでね、すごいちびっこの笑い声とか聞こえてるんだけど、いくら連休だからってこの時間子供起こしてたら、ちょっともうこれ人狼やってる場合じゃなくなるよ。ネグレクトで育児放棄で、まあ、最悪その児童なんとかセンターに相談して、今から通報する案件だから、セル長岡その辺の釈明しないと相当今後やばくなるからな。うん。やっぱり人狼も大事だけど、一番大事なのなんだって言ったら、肉親だろ、子供だろ、未来を背負った子供だろ。うん、それ間違えないでほしい。優先順位を間違えてるからお前も怪しいんだよ。1と4じゃねえのか。はい。1番のプレイヤーは発言してください。僕ね、個人的に7番さんすごい好き、うん、あ、ありがとう。これはもうすごい。4番さん、子供寝かしつけないといけないよ。そうだよな。夜ね、映画とか見せたらいけないよ。うん、寝つけなくなるからね。うん、でね、お前人狼だろ。真面目な話に戻ると、僕がね、2番さんに、白だから、安心していいよ、2番さんって言ったら、うん、2番さんにすっごい老いたを言われたんだよ。うん、うん、そんなことできませんよって。うん。でね、白打ちもらってもね、普通そんなもんだと思うんだよね。で、7番さんはね、もう、あえての、そうなんかな、強固なラインが見えちゃうんだけど、うん。まあ、だとしてね、まあ、結局ね、今回、ライン来てないんだけど、いや、でも、豪華、もし本当に、狼だったら、この5、6は怪しい、ね。7番さんは。だから、とりあえず、1。っていうか、7番さん好きになっちゃったからな。4番さん。の発言やって4番さんがね、食われて、確かに5、7、うん、しっかりライン繋いでるね。1やって2の便乗位置、うん、っていうところだね。足りないんか。うん、確かにグレー1詰めらんねえな。難しいな。まあ2番さん、これね、みんなから見てね、2番さんどうよ。うん、結構白くね。うん、まあ、というところで、俺今日ね、5番さん集うし。2番のプレイヤーは発言してください。なんかギリギリだし、主張が緩いわ、お前。そうですね、考察だけだったら、正直に言うと5番さんの方が、すごいちゃんと話されてるかなって思うんですけど、ね、うん、下手だよ。ただ、1番さんの相方が誰なんだろうって思うと、4番さんが6番さんになるんですけど、うん、6番さんはさっき根拠はないけど5番さんを信じるって言って、じゃあ身内切りになるのかなって思って、ってなったら4番さんと1番さんなのかなって思うんですけど、でも、なんかその組み合わせはあんまりしっくりこないかなって思うと、なんか相方の人が1番さんいないのかなと思って、
で、私は7番さんの5、6をちょっと追わないとっていうのが、なんかすごいしっくりきて、だよな。なんか1個飛ばしたのも、もしかしたら人狼の人囲わないように、1個飛ばして、それがうまくいって、まあ、かなり危険なんですけど、行ったのかなって思ったりして、そうすると、この1、2も怪しいんだよ。結構、なんか発言が、なんだろう、すごいたくさんお話されてたわけじゃないんですけど、なんか LINE、を追う順位が結構6番さんはちょっと聞いてみないとわからないっていう感じで順位が低かったのも、もしかしたら5番さん6番さんなのかなっていうふうに私も今思っているので、今日は私はまあはい自分が思った方に入れるのでお願いします。投票を始めてください。いやでもやっぱり初始貫徹、やっぱり1か6か1か5どっちか連れてないんだから、まあここは1、あとは投票結果見ていろいろ次の占いの判定見て行く。確かに5、6怪しいんだよめっちゃ。5番のプレイヤーが選ばれました。1,2,4 が、5番に入れたね。6番放棄ってお前何なんだよ、放棄すんの。5番のプレイヤーは発言してください。すいませんね、新名が取れなくて。で6番さんは放棄、うん、6番さんそれ村人だったらね、だいぶ反感変えますよ。うん、本当だよ。でまあ俺がついた1,2,4が俺に入れてきたと、放棄ってなんだよ。まあ6の放棄、そこは1,6とかあんの？ないよね。6,5を新に見てつって逆に放棄するって、だけどなぁ、うん、2番さんはまあどこに投票するかは言わないけど、実際けどもうあからさまに5番に入れるっていう、うん、考察なんだ、ね、これ1,4だったらもう勝ち目ねえんだよな、うん、そうなると2番がやっぱ濃いのかな、最後の発言なんでね、だいぶ強いんでね、うん、これ6やるしか、ワンチャン6やるしかないんじゃないの普通に。だってもう負けちゃうじゃんこれ、2人生き残ってたらもう負けなんだよね。そうでしょ、二人生き残ってた時点でもう負けだよね。夜が来ました。これ噛まれて終わりだもんね。目を閉じてください。あ、でもそっか、魔女がいるから魔女が生き返してくれるのか、うん、魔女が生き返してくれるからもう一旦粘れるんだな、うん、でももう 1,4 からとか言ってる場合じゃないんだよこれ。時間がもうないね、時間が。次一人生き残ってたら、まあ次でも1だよな絶対に。1やればこのターンも助かるわけだから、うん、つまり5か1のどっちかは絶対に人狼なわけで、どっち両方潰せば人狼は残り1人になるわけだ。で今回引き返してくれればってことなんだな、うん、朝が来ました。そういうことなんだわ。まさか僕食われてんじゃねえだろうな。昨夜死んだの。ああやっぱ食われたわ。うん。7番。だよな、引き返してくれよ、魔女。ゲーム終了。人狼の勝ちです。え、魔女は？魔女誰？おいアホ魔女誰だ、アホ魔女。ああバカじゃん、こいつじゃん。ピンクパンサーじゃん。何やってんのお前。いやこの沼、こんな沼とやったら勝てるわけないじゃん。何やってんの？ラクトコーヒーと14じゃん、僕のアイディア通りじゃん。なんで引き返さないの、なんで引き返さないのって。よ、なんで引き返してくんないのって。おい沼、お前沼、話が遅いのは許すけど頭が止まってんのは許さんよ。なんで放棄して、お前さあ魔女だろ、魔女なのに投票を放棄した上に生き返すことまで放棄して、だったらやるなよもう。いや関係ないんだよそんなの、そのあれとか喋るの遅いのは許したよもちろん。じゃあ何なんだっていう、じゃあなんでお前はその2000試合も2200試合もやってるんだよなあ、変じゃんこれ。いやーやばいわ、今結局1と4だから僕の最初の読んだ通りなんだよ。全く頭の中は働いてるし、それもちゃんと主張してたわけ。1、4じゃん。だけどこういう人がいたら絶対勝てないよね。
だって結局放棄するってことはその1票ってめっちゃ重くて1、4が5をこう釣ってるわけよ。で2がうまいことそこにそそのかされて乗っかっちゃってるわけだから、なんて言ってる、ほら蘇生しないの痛かったねって、ごめんなさいだって。何回もごめんなさいごめんなさいって言ってるから分かった、許すよピンクパンサー。うん、確かに人狼はね下手でも楽しめればいいんだよね。だからこんなにねすみませんすみませんって今泣いてるかもしれないけど、いいよ泣かなくて、許してやるよ、今回だけだぞ。うん、